ホンダは、角田裕希のレースキャリアを通して、絶大な支持者である。2016年以来、ホンダ F1 ドリームプロジェクトは、日本人ドライバーをサポートし、その後、アルファタウリへの参加を支援してきた。これは、レッドブルが、パワートレインの供給に協力したためであり、これは、2025年まで継続する予定である。しかし、最近のブラジルの報道によると、角田の F1 での地位は、危機に瀕する可能性があるという。 クリスチャン・ホーナーは、ホンダの角田へのサポートに終止符を打ちたいと考えており、その対価として1000万ドルを支払う用意があるからだ。見出しは予想外だったが、あらゆる行動の裏には合理性があり、今回の場合は、ホーナーとレッドブルのメンバーとの間の確執のようだ。現時点では、角田は、ダニエル・リカルドと共に、2024年シーズンに出場することが確定している。しかし、もし、ヘルムート・マルコが、彼の側に立っていなければ、 角田にとっって、て状況は大きく違っていたかもしれない。なぜ、クリスチャン・ホーナーは角田勇気を追放したかったのかグロボのブラジル報道によると、レッドブルは、共同創設者のディートリッヒ・マテシッツ氏の死を受けて、混乱に陥っているという。この単なる出来事が、間違いなく、会社の2つのチームの運営に影響を及ぼし、確執を引き起こした。マテシッツの右腕であるホーナーとマルコとの間の確執は、しばらくくすぶっていた。 しかし、大富豪の死後に火がついた。伝えられるところによると、ホーナーは、グループの運営を掌握するために、マルコを排除することを長い間望んでいたという。これに加えて、ホーナーは、マルコとの関係悪化のため、角田を倒すことに熱心だった。実際、ホーナーは、角田を解雇するためだけに、ホンダに1000万ドルを支払う用意があった。リジットへの投稿によると、ホーナーは、グループの F1 運営をコントロールするために、 しばらくマルコを排除しようとしていた。ホーナーは、ホンダが支払った1000万ドルの小切手を渡して、角田勇気を追い払いたいとさえ思ったが、マルコは、エンジンサプライヤーとの将来の摩擦を避けるためにそれを阻止しようとした。マルコは、チーム創設以来、初めて、レッドブルでのポジションを失うことになる可能性が、非常に高い。これには、おそらく、二つの原因が考えられる。一つ目は、マルコのホーナーに対する敵意です。もう一つは、 ブランドのスポーツマネージャー、オリバー・ミンツラフで、マテシッツの死後に同社に加わった。ミンツラフも、マルコがいなくなることを望んでいる。マルコとホーナーは、他のレッドブルのドラマに、どのように関わってきたか ?2004 年に、ジャガーがレッドブルとなったとき、チームを、新たな高みに引き上げることを熱望した人物が、数多くいた。ヘルムート・マルコとクリスチャン・ホーナーは、この点で、同等の役割を果たした。しかし、最近、 コーナーは、アルファタウリに大きな影響力を与えており、主導的な決定を下し、取締役会を変更し、その中には、新 CEO ピーター・バイエル氏の就任も含まれていた。一方、マルコはいくつかの重要な問題について、チームにアドバイスをしており、レッドブルのジュニアドライバープログラムを担当している。全体として、このデュオは、チームの成功に大きく貢献した。今年のレッドブルが唯一苦労しているのは、 セカンドドライバーのセルジオ・ペレスが、メキシコのスターは大幅なパフォーマンスを下回ったため、来年の契約が期限切れになる前に、組織は彼を解雇することになった。マルコもホーナーも、この問題について声を上げてきた。ペレスが、ドライバーズチャンピオンシップでの現在の順位を下回れば、彼の前途は困難なものとなるようだ。コメント、レッドブルのホーナーとマルコの確執問題、続編が出ています。 ホーナーナはホンダからの支援金を返もうこうなると、角田裕樹選手も移籍問題を考える時期に入ってくるように思います。大変ですけど、角田裕樹選手がやりたいように頑張ってほしいと思います。